堀木鎌蔵は、日本の鉄道官僚、政治家、参議院議員、厚生大臣。三重県松阪市出身。堀木理恵門の三男として生まれる。目白中学、第8高等学校を経て、1922年3月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。1921年11月、高等試験行政科試験に合格。 1922年4月に、鉄道省に入り、鉄道局書期となり、東京鉄道局所務課文書係に勤務。鉄道局副参事、新橋運輸事務所営業主任、東京鉄道局運輸課旅客係長などを歴任。1929年7月に、在外研究院に発令され、1931年8月まで、欧州に出張した。 帰国後、新橋運輸事務所長、大阪鉄道局運輸課長、運輸局旅客課長などを経て、1938年4月、鉄道大臣秘書官県大臣官房文書課長に就任し、中島区兵大臣に仕えた。1939年7月、名古屋鉄道局長に発令され、鉄道省受品局長、運輸局長、鉄道官、 鉄道省業務局長、運輸通信省鉄道総局業務局長、同省鉄道総局長官を歴任。1945年8月に、異顔面本官。その後、公職追放となる。戦後、財団法人鉄道、交際会理事長、中央労働委員、公共企業体等仲裁委員、中央身体障害者福祉審議会委員。 東京商工会議所理財委員長などを務める。1950年6月、第2回参議院議員通常選挙の全国区に出馬し初当選。その後、第4回参議院議員通常選挙で再選され2期、務めた。1962年7月の第6回参議院議員通常選挙には出馬せず、引退。参議院議員としては、 参議院予算委員長、同建設委員長歴任。その他、改新党顧問、日本民主党総務、サニン自由民主党、政策審議会長、ブラジル特派大使などを務める。また、1957年7月、第1次元内閣の厚生大臣に就任。1968年4月、国一党随法賞受賞。ありがとうございます。